どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はスペシャル動画をここにアップロードしてみようと思うんですけど、どんな動画かというとですね、ガズさんが持っているいろんな楽器全部公開しますよという動画をアップロードしてみようと思います。まあとはいえね、ここに映ってるウクレレたちは、まあ、しょっちゅう登場してるんで、後でちょっと触れますけど、主にギターとかその辺の、楽器をですね、たまには紹介しようと思って、このね、いつもねガズレレ YouTube とチャンネルを撮ってるこの我が部屋スタジオに持ってきたんですよ、私のギターを。ものすごい、こんなにいっぱいあったんだなって感じでちょっと驚いてるんですけど、はい、紹介していこうと思います。でもその前にね、ちょっとシェアさせてください。この今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルって、どんな人でもあっという間にすぐにウクレレ弾いて、弾き語りができるよというプログラムでね、もう課題曲レッスン公開してるんですよ。もしウクレレ興味ある方、やってください。ウクレレ本当にすぐできますからね。ここにリンク貼っとくんで、ぜひ、ここを訪ねてみてください。よろしくお願いします。じゃあ早速紹介していきましょう。まずアコースティックギターから、ご紹介していこうと思います。ギター、アコースティックギターは結構ガツさん弾くんですけど、まず1本目はですね、こちらのギターをご紹介。ドーン来たー。はい。これはですね、マーチンという、まあ、ギター、なんつうの、アコースティックギターといえばもう、マーチンみたいな、もう、世界のトップブランドですね。ブランド品ですよ、マーチンは。はい。で、これはですね、ものすごい伝統あるこのマーチンというギターブランドの中でも、ものすごい、こう、斬新な一本で、まあ、結構最近のモデルなんですけど、これよく見てください。ここが結構キーポイントなんですけど、ここに変なボタンがついてるでしょ。そして、これね、ここにこう、ジャックを入れる、要は穴がある。これつまり、エレキウクレレじゃねえや、エレクトリックアコースティックギター、つまりエレアコなんですよ。マーチンが、ものすごくこう研究を重ねてきて、ものすごいいい音でこのラインで撮れるっていう、ラインっていうのはこのね、このマイクで撮らずに、ここの信号から撮る音を大研究したということで、ものすごいこのピックアップが、いいピックアップがついているということで有名な、モデル名が OMCPA3 というモデルなんですけど、実はこのモデル自体はもう生産終了になってるんですけど、これがですね、アコースティックギターやられて、ライブとかやってる方はよくわかると思うんですけど、アコースティックギターって家で弾いてる時はすごいいい音なんですけど、ライブやろうと思うとですね、いろんな音がね、硬く感じたり、すごいやりづらかったりするんですけど、このギターはめちゃくちゃよく考えられてるんで、ここにシールド1本でそのままこう、PA に流すと、最高の音を奏でてくれるというすごいギターでございまして、これね、ここにいろいろついてるんですよ。ここでマイクシミュレーターとか言って、シミュレーターが入ってて、そのマイクの、ヴィンテージマイクを再現する、そういう機能がついてたり、もちろんこう、チューナーもここについてたりするんですよ。こうやって押さえるとここに見える。ほら、チューナーですよ。E とかこっから A とか、チューナーもないぞ。で、ここにね、電源入れて、ここにジャックを入れると、このマイクのこの、いろいろスイッチがここで調整できるようになってたりとか、まあ、いろいろいじれるんですけどね。これはだから、ライブ向けですね。ライブステージで、ライブハウスでライブやるときには、このアコギ1本でこう、すごくこう、いろいろ、何の調整もなく、ものすごい最高の音が出るということで、すごく戦力の1本でございます。音はもうもちろんマーチンの、透明感のある音が出ておりますよ。はい、これがまず1本目の紹介。このギターの特徴はネックが結構マーチンっぽくないというか、テイラーというアコースティックギターがあって、それにちょっと影響を受けてる感じのイメージなんですけど、まあこれはライブをやるときにはこのギター一番メインで使ってたなということで、まず1本目の紹介、マーチンの OMCPA3、 これが1本目の紹介です。はい、じゃあ次のギターをお届けします。はい、じゃあ次のギターはですね、次はさっきまでマーチンというね、メーカーのね、アコースティックギターだったんですけど、その今はライバルギブソンのギターです。じゃーん、ギブソン、じゃーん、来たよ。はい。これ見てください。これよく見て、塗装の面。これ、クラッキングって言って、塗装がですね、もう、劣化して、これラッカー塗装ですからね。あ、さっきのマーチンもそうですけど、ラッカーという塗料を使ってるんで、もう、なんていうか、どんどん経年変化でジーンズみたいにね、こう、割れがすごいでしょ。これがね、結構このヴィンテージギターの特徴でございまして、これはですね、1964年モデルだと思います。ギブソンの LG1 というモデルで、ヴィンテージギターですね。これはだから、ギブソンって書いてある。これもね、すごくこう、歴史を感じるでしょ。こっちの後ろも見てみると、もうなんかもう、歴史をくぐり抜けてきた、どえらいことになってる状態でして、はい、ネックもね、のぶといですよ。すごいワイルドです。こう、めちゃくちゃワイルド。音も、
めちゃくちゃワイルドなんです、これは。これはですね、もう、こうピックで弾きたい感じですね、これ。かっこいい。こっちの方がこうワイルドで、芯があるような感じですね。かっこいい。またギブソン弾いてるとちょっとこうロックスピリッツがこうじわじわこう盛り上がってきちゃうね。ジャキーンっていう。さっきのマーチンの方がこう透明感がある感じで、なんかこれの方がねやっぱ泥臭いイメージがやっぱありますね。はい。これはもうね、アコースティックギターとかギターのことちょっとご存知の方は、ギブソンのアコースティックギターといえばもうなんかこうジャカ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 もうガーンと弾きたい感じ。あとはブルースをこうね、なんかこうなんて弾くのもねオツだなという感じで、これギブソン。これはですね、ああ、買った時は嬉しかったですね。これ古い楽器って、ミュージシャンにとってはちょっと憧れなんで、まあでも比較的このね、LG1 というモデルは、まあこういうヴィンテージ楽器の中にしてはすごく安い方なんですけど、はい。今もこれめっちゃ、これを一番我が家では弾いてるかなって感じです。リビングルームにこれ置いてあるギターでございます。はい。で、アコースティックギターがね、深いですね。はい。じゃあ次の一本、行ってみましょう。はい。次のね、じゃあギターは何か、アコースティックギターは何かという、さっきは、マーチン紹介して、ギブソンを紹介して、もう一本、アコギ持ってるんですよ。次のアコギは何かな？じゃーん！またマーチンでした何本マーチン持ってんだよって話なんですけど、はい。このマーチンはですね、これよくボディの形を見てもらうと、わかるんですけど、これこそが、いわゆる、もう世界的に、いわゆるフォークギターの形ですよね。これドレッドノートっていう風に言われてるギターの形の大きさなんですけど、とにかくこれボディがでっかいんですよ。で、この厚みもすごいあって、これ D18 というギブソンの、まあ、なんていうのかな、まあ、ギブソンの中ではリーズナブルなモデルなんですけど、この、なんていうか装飾品を一切省いているという、まあ、要はそういうフォークギターのもう、ザ・フォークギターみたいな、そういうやつなんですね。これはフォークからもうなんかストロークから、これは一番ドレッドノートっていうの、こう、とにかくこう、でかいんですよね、音の形も。ワイルドです。さっきのギブソンとはちょっと違うんですよね。スケール感があるというか、でさっきの、出てきたマーチンここにあるんでちょっと比べてみるとですね、ちょっと見てもらうと、ほら大きさちょっと全然近くない、こっちの方が大きいんですよね、やっぱり。でこの厚さも注目なんですけど、これに比べるとこっちはねやっぱちょっと薄いんですね、ほらなんか薄れとまではいかないけど、ちょっとこっちのちっちゃいコンパクト OM っていうサイズはこのちっちゃさが売りで、そのちっちゃい中でこのサウンドが広がるってことなんですけど、これはもうドーンとでかいぞみたいなドレッドノートーっていう感じなんですよね。でこっちはさっきも言ったように、ここにこうジャックを挿してエレクトリックとエレアコとしてすごくいい。でこれはレコーディングの時に主に使います、この楽器は。レコーディングでここにマイクを立てるんですよね、レコーディングというのは。その時にやっぱりね、ノリというかスケール感というかちょっとやっぱいい音がするんで、これはやっぱりミュージシャンだとか同じアコースティックギターでも曲によってそのギターを使い分けるとか結構やってるんで、まあこれはでもなんていうかな、ミュージシャンにとっては一本欲しいマーチンドレッドノートというモデルということで、まあ私も、これを持っているぞということになっております。ということで、今紹介した3本がですね、ガズさんがもう愛用しているアコースティックギター3本の紹介になりました。じゃあ次はいよいよ皆さんお待ちかねのエレキギターの紹介に入っていこうと思います。それではですね、エレキギターの紹介に入っていこうと思います。まあ何を隠そう、ガズさん、もともと中学の時にですね、エレキギターに出会っちゃったのが、もう音楽にガツンとこう出会った瞬間でございます。もう今まで人生の中でもありとあらゆるエレキギターを手にして、弾いて、それで手放して、また次をということを繰り返してきて、今、我が家に残っているエレキギターは、だからその中で考えてみると、もうなんか選ばれしものかなという感じなんですけど、まず早速1本目の紹介です。はい、こちらです。ドーン！はい。このギターは、俺はヴィンテージギターなんですけど、これです。多分1974年、これ1974年か73年ぐらいのモデルだと思います。ムスタングというモデルでございまして、ムスタングですよ。名前がかっこいいですよね。これムスタング書いてあるでしょ。この日焼けしたこのボロッチー具合、もうこのネックのこの横のとことか見てください。
もうこういうね、だから1974年ってことはもう43年、45年ぐらい前のね、これ楽器ですからね。もうちょっとで50年前の楽器ですよ。もうボロンボロンっす。ボロンボロンなんですけど、音はちゃんと出ます。じゃあちょっとせっかくなんで、あ、ギターアンプを紹介しましょう。このギターアンプは、このボックスという、まあイギリスのもともとメーカーなんですけどね。今これ、新しいモデルなんですよ、これは。で、これは真空管を使っててですね、まあすごくいいですよ。真空管のモデルなんで、これちょっと電源入れたら、真空管が あったかくなるまでちょっと待たないといけないですね。で、こうやってやってると、今音が出てくると思います。ちょっと今適度にこう、いい感じで歪ませて、リバーブもちょっとかけてということで。あ、音が出てきました。はい。こんな感じですね。まあ、こんな感じのから。こんな感じで、ちょっと変わった音になる。これカエルちゃんみたいな。フェーズサウンドとちょっとね、ここのスイッチでちょっと音がね、いろいろ変わるんですよ。面白いでしょ。はい、ということでこれはフェンダーのスタングというこれギターで、これはですね、これもこの古いギターではあるんですけど、もうめちゃくちゃ値が張るかっつったらそうでもなくて、そういうちょっと安っぽいのがまた好みのタイプだぞということで、はい、これがまず1本目に紹介したフェンダーのスタングでした。はい、じゃあ次のエレキギターの紹介行ってみます。はい、じゃあ次のギターなんですけど、次のギターはですね、私にとってはもう人生に一本、これ人生によくわかんないでしょ。とにかくこのギターでもうずーっとバンド、自分のバンドをやってきた時に使っていたギターです。はい、じゃーん、ギブソンの SG というモデルなんです。このギターはですね、もうバンドマン時代の僕のトレードマークとも言えるギターでございまして、これね、ギブソンっていう、さっきアコースティックギターでも出てきたこのギブソンっていう、まあ、ギターなんですけど、このモデル自体は多分ね、1994年のモデルなんですけど、なんとこれ、ちょっと見てもらいたいんですけど、塗装見て、見える？このバッキバキに、あの、例の、ラッカー塗装が割れちゃったクラッキングって言うんですけど、もう相当、これ僕新品で買ってるんで、自分の、力でヴィンテージになっちゃったみたいなやつ。もう使いまくって、これでアメリカも行ったり、それこそ、日本中全国ツアーを回るの、このギター一本でも回ってたんでね。もうそれこそ一緒に苦楽を共にしたっていう、まあ、そのパートナーなんですけど、これはですね、ここちょっと見てもらいたいんですけど、これ、はい。はい。ここになんか、500分の332とか書いてない？これね、世界限定500本の限定モデルっていうギターで、すごいマニアックなんですけど、このね、木材が、コリーナウッドっていうちょっと珍しい木なんですよ。コリーナという木を使ってるんですね、この SG は。はい、こっちもですけど、はい、これがですね、当時はね、500本限定っていうことで、ただただ別にそんな高級品でも何でもない、普通のモデルと同じ値段だったんですけど、最近調べたらこれがね、今すごいこう、なんていうの、レアな、高価格なものになってるらしく、でも私こんなに使い放題なんでね、まあ、あれなんですけど、ちょっとこれもギター、せっかくなんで音聞いてみましょうか。じゃあ同じセッティングで。電源入れました。これが力強いですよ。こっちは。これね、ハンバッカーピックアップといって、ちょっとこうパワフルなピックアップがついてるの。これはもうね、いいですよ。出てくるの？はい、やっぱりちょっと激しいですよ。
いいですね。まあ、もういわゆるエレキギターの図太いタイプのエレキギター、パンクスピリットがこう溢れちゃう感じになるという力強い一本でございます。ギブソン SG コリーナウッド、俺ガズさんはこのギターと共に歩んできたという一本でございました。じゃあ次のギター紹介しちゃうぞ。はい、じゃあ次のエレキギターのご紹介でございます。次のギターはですね、エレキギターをやる人だったらちょっと一本はね持っておきたいなというタイプのギターでございます。はい、じゃーん、ドン、ストラトキャスターという、これね、もうエレキギターっつったらこれを皆さん思い出す方多いと思うんですけど、このギターは、ストラトキャスターの元祖であるフェンダーのギターではないんです。どこのメーカーのものかというと、じゃーんとこうやって言ってもらうと、これバンザントという、これね、日本のメーカーなんですけど、これ、ピックアップの、テキサスで作られているピックアップのメーカーが作ってら日本の、楽器というかですけど、これね、日本製なんですけど、これ、たまげるぐらい出来が良くってびっくりしたんですよね。これはですね、もう相当クオリティが高いギターです。これはね、よく見てもらうと、こっちも塗装が極薄のこのラッカー塗装という塗料を使ってて、すごいね、弾きやすいし、フェンダーのストラトを、もういっぱい僕も弾いてきましたけど、なんていうかな、ちょっとね、こう、またニュアンスが違うんですけど、音はね、いわゆるそのストラトの音っていうものなんですけど、これももちろんちょっと、ね、せっかくですから、弾いてみましょう。これは、この、ストラトはこの、なんだっけな、何年モデルみたいなのも一応あるんですね。62年モデルがベースになってるのかな、ストラトの。はい、ちょっとやってみましょう。まあ、さっきと同じセッティングですけど、今ちょっと真空管が温まってますんで、お待ちください。うん、これだけこのアームがついてますから、僕の家では唯一このアームって、これ知ってます、これアーム、いいでしょ、できるし、まあ、あとこれはね、このハーフトーンって言われるこの音が特徴で、こういうちょっとね、こう透明感のある音も出せるし、このね、フロントピックアップというこの前にね、一番するとちょっと丸い音が出たり、ドローンってちょっと泥臭いですよ。ここでここはね、5段階に変えられるんですよ、ここはね、音がね。まあ、だけど普通はね、ロックで使うときは大体この後ろにしといて、こう。この、スカーンとか言う。こんな感じのイメージがストラトにありますけどね。まあ、でも、このストラトっていうギターはもうあらゆる、ジャンルで使われてる楽器なんて、いろいろ、このサウンドバリエーションもすごいあるし。ストラトならこれはもうね、もういろんな、もうギタリストでは、の人はこのストラトを一本家に置いときたいっていうようなギターだと思いますね。はい。バンザントのストラトでした。はい、じゃあ次のギター行ってみよう。はい、じゃあ次のエレキギターの紹介なんですけど、次のギターはですね、皆さん、めちゃくちゃ激しいやついきます。ガズさんってですね、もともとものすごい激しい音楽が大好きで、これはですね、結構最近手に入れたギターなんですけど、やっぱその頃のね、この血が騒いちゃうっていうか、これはですね、びっくりしないでくださいよ。いきます。ドーン。はい。このギターはジャクソンというブランドのランディローズ V というね、もうこれ好きな人もたまらないやつですから。かっちょいいこのとんがりを見てください、これ。いいでしょ？もうこれにもうキッズの頃憧れて憧れて。まあ、とはいえこれ、本当の
本間の USA モデルではないんですけど、でもこれ結構僕好みのモデルで、このアームが付いてないモデルなんですね。ツーハムバッカーというモデルですけど、これはごついですよ。なんとここほら、ほら、コードを入れるとここに付いてるジャックが。ここで入れて、こうストラップに、こうストラップピン引っ掛けるようにここに付いてるっていうね、モデルなんですよ。これをちょっと刺して、じゃあ音聞いてみましょう。これはもうね、がっつりくるやつですからね。このギターはですね、まあ見ていただいたらわかる通り、まあ激しい音を奏でるときにはこのギターでいきたいなという感じです。まあ例えばこうギターリフを弾くという感じですね。すいません、激しくて。はい。これはもうそういう感じです。もうたまに思いっきりジャギーンとやりたい時にはこのギターが登場するんですけど。まあこれね、座っていく時座れ、ね、こうなんていうかこう、落ち着かないんですよね、これ、これから。立ってる時にはね、いいんですけど。まあ、そんなことです。これはね、なんかほんと男の子のロマンで、これ持っていたいということで、ジャクソンのランディ・ロズ V でした。はい。じゃあ次のギター。次で最後です。はい。それではですね、最後に紹介するギター、エレキギター。今日僕が持ってる楽器のね、ギター関係の楽器の最後の紹介なんですけど、次はですね、このギターです。じゃーん。はい。このギターは、一番エレキギターの最初に紹介したフォード・ムスタングにそっくりなんですけど、ちょっと違うモデルで、これはね、ミュージックマスターというモデルでございまして、これをヴィンテージギターですね。フェンダー USA です。はい。これ、ミュージックマスターってここに書いてあるんですけど、これはですね、もう本当ここに書いて、ミュージックマスターって書いてあるように、子供がね、エレキギター入門用に、なんか作られたような、本当にこう、入門モデルなんですよ。昔のアメリカで作られた。これがすごくいいの。見て、このちっちゃいの1個しかこれ、ピックアップっていうマイクがついてないっていうところが、もう全然ごまかしが効かない1本なんですよ。だからね、僕これ大好きで、ボリュームとトーンっていうこの超シンプルな中で、どれだけこう表現ができるかっていうのが大好きなんですけど、僕ね、この色も超気に入ってて、このギターをいつもリビングルームに置いてて、エレキギターを家でちょっと弾くときはもうこれですね。ほぼこれ。これはだから、我が家を映るときによくね、一緒に映っているんで、見たことある方も多いと思うんですけど、これが、まあ一番よく弾いてますね。これネックがすごい短いんですよ。そのさっきも言ったように子供の練習用ってことで。だからね、日本人の手には結構ぴったり合うかなということなんですけど、とにかく、もう問答無用にここのマイクしかないからね、ここが気持ちがいいんです。いろいろ遊べるギターです。結構こうジャカジャカもいけるし、こう優しくもいろいろ。ということで今一番弾いてるギターはこのミュージックマスターかな。この色も可愛いしということで、これで全部紹介したね。素晴らしい。全紹介。ガズレレが持ってるギター関係の今日はね、全部紹介だったんですけど、こうやってみると思ったよりいっぱい持ってるなということが分かったんですけど、でもね、やっぱりね、全部役割がちゃんとあるからね、こんな感じで、ウクレレももちろんたくさん弾いてますけど、ギターもね、いろいろ弾いたりしてますということで、ちょっとね、マニアックな内容だったと思うんですけど、まあ私、ガズ自身もね、こうやって一部屋に持ってきたらね、なんかすごくこう、整理できた。いつもね、あっちこっちに置いてあるからね、なんか、ちょっとね、よく分かんない状況だったんですけど、こうやって人に伝えることでね、私も整理ができたぞということで、今日のね、動画は一応まとめに入ろうと思うんですけど、はい、今映ってるこれはね、以前も紹介したことあると思うけど、カマカのウクレレです。これは74年モデルぐらいかな。これもすごくいいウクレレなんですけど、今日皆さんにシェアしたいのはもちろんこのガズのわがままウクレレとかこのウスレレが本日6月21日2021年6月21日よりまた再予約注文とガズの初めてウクレレだけはすぐ発送できる、販売再開ということになってますんで、その辺のこのガズの
わがままウクレレ、ウスレレのこと、この辺にリンク貼っておきます。ここちょっと見てください、ね。今回、ウスレレのこのコンサートモデルが新しくラインナップに加わってますからね。これめちゃくちゃおすすめ。もちろんレギュラーのわがままウクレレもすごくいいものですけど、はい。ぜひともちょっとチェック、ぜひこちらの方にリンク行って、ウクレレの方も見ておいてください。というわけで今日なんか初めてだな、こういう動画。今カメラマン撮ってくださってるのはね、私のハニーさんなんですけど、ハニーさんもこの楽器の多さを見て今、ちょっと半分呆れているんですかね。どうでしょうか笑ってますけど。まあこれはな、好きだからもうしょうがないですね。まあなんでこの楽器たちとこう、まあ、気持ちよくこう、時間をね、共に過ごしていければな、というふうに思います。でもそれでもやっぱり、今はもうギター弾く時間はもうガーッと下がって、ウクレレばっかり弾くようになっちゃったね。やっぱウクレレちっちゃいもん。見て。なんかこれでも大きいサイズですからね。これね。気持ちがいい。ね、こうやってすぐ曲もできちゃったりなんかして、楽器って楽しいですね。はい。そんなわけで今日はね、ちょっとレアな動画だったんですけど、ガーズが持ってる楽器全紹介しましたよという動画でございました。ちょっとね、今日は、こんなちょっとブレイクタイムですけど、また明日からね、もり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 いろんなウクレレ、レッスン動画撮っていきますから皆さん楽しく音楽していきましょう。ガズレレご活用くださいね。まあ、あといつもお伝えしているように、いろんなガズレレグッズだったり、リュックサックだったり、まあ、いろいろやってますから、ガズレレホームページのチェックしていただければというふうに思います。はい。それでは皆さん楽しく音楽していきましょう。さようなら、バイバイ、またねー。